さあこっからです。ナイスキャッチ。ディクソン、何をする？あんた自分が何をやったのか分かってんのか？ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ、あなたは。貴様は。そうよ、思い出したか。久しいな。ほんと久しすぎるぜ。な、ザンザの使徒か。ザンザの使徒、どういうことだ、エギル。ディクソン、お前は。説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、寮のマナコに焼き付けな。ザンザ様復活の瞬間をな。シルク、シルクから離れて。ダメ。さあ先祖、ザンザ。シュルク、なんだあいつは。ザンザ、驚くことはない。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全ての者同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然、起こるべくして起きたことなのだよ。我がシュルクのうちに宿った時から。どういうこと？ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノット島に。あの遺跡にか。だがそれがなぜシルクに。忘れたのかよ、あの遺跡を発見したのは誰だ。その時に誰がいた。そして生き残りは誰だ。誰がその生き残りを連れ帰った。まさかディクソン、お前はその時からシルクを。おうよ、全ては今日この日のため。もっともシルクなんてやつは最初からいなかったがな。何？我の魂はモナドの内にあった。解放されることの因果律、ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ。そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われ、くたばったってわけさ。そのシュルクも含めてな。シュルクもその時死んだってのか。バカ言うな。シュルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシュルクの命となっていたに過ぎない。まことの目覚め、我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシュルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシュルクがいたに過ぎない。要するにだ、誰でもよかったのさ、モナドさえ振ることができりゃな。ならばシュルクがモナドを使えたのは。ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。
コロニーナインが壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、ガドとかいう増評がのたれ死んだのも全てさ。己そしてこれから起こることもな。何をするつもりだディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である、キシンメイナス、貴様からだ。巨神が、やめて、その体では。構わんさ、この体朽ちようとも、せめてザンザだけは。ザンザある限り、我々にも巨神界の者たちにも平穏は訪れん。ならば朽ち果てるがいい。我が剣の前に、あれはモナド。その言葉そのまま返してやるわ。何？シュークと分かり合えたんだぞ。くだらん干渉だな。ザンザー、ダイン行くぞ。ああ、よくもシュルクを。全ての命は我より発生したもの、故に我のために生き、そして帰れ。貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしても、その目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、あなたがこの世界に存在する、あなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。そうよ、みんなの未来消させはしない。さあ、いよいよ
ね、結構ムービー長かったですけど濃密だったでしょ。さあザンザ VS メイナスですね、行きましょう。と言っても聞いてる聞いてる、やばいやばい、モナドバスター、敵として見るのは初めてですね。シュルクじゃない、今フィオルは燃えていますから押していくよ。スピードシフトヘイスト入れていきましょう。加速、モナード全部使ってくるね、技。おい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 、よしよし、熱攻撃状態異常は無効化するようですね。おいおい、イヤファングはもうすでにレベル最大です。なので威力が結構高いでしょ。追い詰められてんじゃないの、こっちも追い詰められてますけどね。モナードシュール無敵は解除されないと、これきついよ。うん、このままじゃダメよ、まずいよまずいよ、逃げるよ、解除されないですよ。さまだか、うん、ツインブレイクまだ耐えられるけど、まだ当たらんの。よし当たった、よし行くぜ、ビーム攻撃、おりゃ、よし。本気で来いよ、来ぬのならそこにいる赤ともども消し去ってくれるわ。ザンザン、メイナス、愚かな、良いのです、これでこの世界はあなた方のもの、神など必要のない世界を作ってください。メイナス、これが因果の流れだ。ザンザ、消えちゃったの？野郎、何をするつもりなんだ。さあ、始めようか。破壊の、そして再生の儀式を。監獄島も随分久しいですね。
心から。なんだあの光の渦は。兄様、バネア、すまんな。私は分かっています。初めから分かっていたのです。さあ行くんだ。お前たちにはまだやるべきことが残っている。希望はまだ消えてはいない。嫌です。兄様も一緒に。私にもまだやるべきことが残っているのだ。それがメイナス様が私に託した最後の願い。兄様、メリアさん。そなたの思い確かに受け取った。鬼神界の皆のこと安心して我らに委ねるがよい。さあ行け。シュルクの命はまだ尽きてはいない。最後の希望の灯火、消してはならない。エギル、あんたって人は。行くぞ。鬼神から脱出する。ライン、シュルクを頼む。ああ。大丈夫？ええ。よし、まだこいつは動いてるな。公開まで時間がない。中央交渉を抜けて急いでジャンクスに戻るぞ。ええ。ダンバン、エギルはどうなるの？最後のその時までジャンザと争うつもりなんだろう。俺たちで見届けてやるんだ。あいつの意志を継いでやるためにもな。さあ行くぞ。さよなら兄様。ああ、行動か。ついに。あ、シュルクがゲストになってるよ。戻りましょうか。てか、ザンザのモナドが見えてるから非常に怖いね。急がねば。ちょっと音楽が怖い。時間制限はなかったはずです。急いで走り抜けましょう。細い通路なんで、ここで落ちたらなんかまずいですから、しっかり足元は見て。見えませんね、特に。急いで走り抜けるよ。逆方向だからちょっと怖いな。こうやって見ると怖いね。方向逆なだけなんですけど、最初からなんか横のね、手すりがないと下を見てしまいそうな感じ、わかりますかね。いえ、こういうのってなんか得意な人と苦手な人がいるらしくて、無理な人は多分ちょっと私と同じ映像を見ただけでもちょっと寒気がするもんらしいですよ。さーて、ではではでは、もうゴール近いよ。落ちるなよ。ここまで来たら落ちないと思いますけど、一応ね、気をつけてね。なんであんなところにコレクションアイテム落ちてんだろう。さあ、もうゴールです。特に何も起こらなければ。間に合うかな。さあ到着。特に何もなかったですね。なんか目の前になんか攻撃されるとかそういうこともなかったし、極めて平和な散歩でしたね。で、急いでミゴールさんに話しかけて動かしてもらいましょうか。急いだ方がいいよ。シルクに感謝したいが、そうですね、帰ろう。往生際の悪い奴ら、そうまでしてしがみつくか。
ありもしない希望。うわ、パンチ。うわ、消え去れ。シュル、最後はメイナス様って呼び方に戻りましたね。うわ、テレシアだと。うわ、また来たよ。ディクソン。なあ、もういいだろう。とっとと巨神に帰っちまいなよ。楽だぜその方が。ふざけんな。なぜだディクソン、なんでお前はそんなになっちまったんだ。シルクはお前を慕っていたんだぞ。ディクソンさん、ザンザに操られているのなら目を覚まして。わめきやがってみっともねえ。なんでも何ももねえ。俺はもともとこうなんだよ。てめえらが生まれる遥か昔からな。遥か昔だと。おうよ、英雄が言ってたろ。俺はザンザ様の使徒、三世のディクソン様よ。うわ、もしかして、うわ、この状態で戦闘かよ。思考読みきついぞ大将。よし、じゃあなんか初期メンバーっぽい感じでいきましょうか。よし、テレシアがいて、そして今回は今までと違って思考読みが出た場合対抗する手段がないですね。 あったか、メリアのあの技ぐらいかな。ちょっと落ちたら死ぬんだけど。レベルは70とそんなに強くはないんですが、スピードシフト、よし、加速して殴っていくよ。ほい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 、ここでダブルウィンド一発入れといて、エアファング、おいおい、てか停車だらけだね。いやー、選び放題だね。確か連戦だっけ、ここ記憶ねえよ。さあ次へ、ダメージ、あ、物理圧か、これ。今多分ね、射撃でしょうね、これ。エーテル攻撃だと思います。ビームだと思います。とりあえずビーム発射。ぐー、転倒した、助けて。硬いねこいつ、全然削れないんだけど体力。ヤファング、うん、硬いし減らんし、うん、
うわー入っちゃったよ。チコ読み。あでも当たるわ。このままじゃダメよ。これちょっとどんどんテンション下がるんで気をつけましょう。さあどんどんテンション下がる。外すとテンション下がるんでね。励ましつつでいきましょう。とにかく励ましていこう。グラビティゼロ。当たった。あかんあかん。テンションがやばい。あーしまった。動けないだと。カメラもちょっとあれだし。今、うわー、ラインやられた。マジかよ。うわ、なんかぐちゃぐちゃ。うえー。ちょっと。むちゃくちゃだよ。情けねえな。シルクがいないとその様かよ。え？イノシシさんよ。モナドっぽい剣は持ってんだがな。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。うまかったよな。戦の後に組み交わした酒の味は。貴様。どこのどいつだ。邪魔立てするやつは。無事かメリア。おお。兄上。カリアンさん、こいつはザンザの巨神の手下だ。シルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ディクソン。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかい。なあローランよ。な、ローランだと。そなたも関係しているというのかローラン。殿下、純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね。これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。あれはテレシア。間違いしないでよ。ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから、私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。バカな、そんなことが。そうなのだメリア、だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー。そうさ、ホムスと混じるとどういうわけかテレシアがしねえんだよな。これがま、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。さあ刈り取れよ、かわいい妹をその手でな。
だが、私とて高家に生まれたもの、お前を背負った宿命、肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。まさか。どうだったでしょうか。凄まじい展開でしたね。そう、カリオンさんはなんか爽やかイケメンゆえに怪しいと思わせてより実はすっげーいい人だったんです。はい、というわけで今回はここで終わります。ほぼムービーだったんで、私あんまりね、私自身もちょっとずっと見てましたけど、はい、次回をお楽しみに。はい、ありがとうございました。